ラトン峠トンネルを抜けたアムトラックの西行きサウスウェストチーフ OI-25 のラトン峠よりコロラド方面を望むサンタフェ鉄道がトンネル手前の線路沿いに建てた看板ラトン峠はアメリカ合衆国のコロラド州とニューメキシコ州の境界に沿った高度7834フィートの峠。サンタフェのおよそ100マイル北東にありコロラド州トリニダードと ニューメキシコ州ラトンの間のサングレでクリスト山脈の東端に位置する。峠は北にアーカンザス川の谷、南にシマロン川の谷の間の最短距離の陸路を提供している。19世紀にサンタフェトレールの一部のルートとして使用され、後に1800年代後半山を通る鉄道の主なルートとしてアッチソントピカサンタフェ鉄道によって使用された。 コロラドのロイヤル峡国と共に峠はサンタフェ鉄道とそれより小さいデンバーアンドリオングランデ鉄道の間に起こった1878年から1879年の鉄道戦争の焦点の一つであった。20世紀にはデンバーとアルバカーキの間の週間高速道路25のルートになった。峠は特に高くはないが時々激しい冬の降雪時には 運転が難しくなる。多くの状況の下では、ほとんどの自動車が容易に通行できる。2015年現在、旅客列車は、ロサンゼルスとシカゴを結ぶアムトラックのサウスウェストチーフ号が毎日一往復通過している。ありがとうございます。